まあこうやって特別な日に試合ができるってことは本当ありがたいことだと思うんで、まあ、自分の中ですごい思ってることもあるし、やっぱそういうのを、まあ、自分はプレーで表すことしかできないと思うので、しっかりまずは気持ちっていうのを見せて、その後もやっぱ結果がついてくるようにしっかりやれればいいなと思います。そうですね、まあ、まずはやっぱり国を背負ってるっていうのはやっぱりみんな実感してると思いますし、やっぱ自分ももっとそういうところを出していかなきゃいけないなと思ってるので、やっぱ球際のところだったり、まあ、そういうところ自分の長所であることを絶対負けないっていうのもあるので、まあ、その後に、まあ、結果もついてくればいいなと思います。同年代の代表ですし、まあ、その中では自分がやっぱりもうリーダーシップとって、まあ、守らなきゃいけないと思ってるので、まあ、そういうことに関しても明日もしっかり自分が声出してしっかり、まあ、引っ張っていければいいなと思います。そうですね、もう始まりますし、やっぱり明日の試合っていうのは、まあ、かなり大事なものになってくると思うので、しっかり、まあ、練習通りのことを出せれば勝てると思うので、全員で団結して勝てるように頑張ります。はい、そうですね、まあ、明日はやっぱり日本中の皆さんにとってかなり特別な日ですし、まあ、その中でやれるっていうことの重大さをやっぱみんな理解してるし、その中でみんなが、まあ、伝えたいものはたくさんあると思うので、まあ、そういう中でやっぱプレーでしっかり見せていければいいなと思います。